うさぎ家族のピクニック。今日は気持ちの良い晴れです。朝お母さんがピクニックに行かないとみんなに言いました。みんなうなずきました。ご飯を食べて準備をしてねとお母さんは言いました。さあ出発です。いつも元気なお姉さんミミちゃんを先頭にしていきます。前から2番目はお母さん、その後ろが虫が大好きケンくん、その次に一番小さいミナちゃん、その後ろに運動が得意なレイくん、最後がお父さんだよ。あそこの葉っぱが揺れているようなとお母さんは思いました。その時キツネが突然出てきました。ウサギの敵です。やっぱりミミちゃんはキツネよけを塗っていませんでした。大きいキツネはミミちゃんばかりを追いかけていきます。ですが小さいキツネは少しも追いかけてきませんでした。一緒に遊びたいと思っているようです。お父さんのキツネはそんな小さいキツネに驚きました。少しなぜか残念そうです。一緒にキツネさんもピクニックに行こうとミミちゃんはキツネさんを誘いました。キツネさんはいいの？と誘いに乗ってくれました。ウサギの方は少し嫌みたいでしたが、なんとか賛成してくれました。高い丘をみんなで頑張って登ったら、お弁当を食べよう。いただきます。ミミちゃんが持ってきたお弁当は少し崩れてしまいましたが、みんな美味しく食べました。あ、キツネのお母さんがお弁当を持ってやってきましたよ。